20時でしたね。こんばんは。よし、オッケーですよ。やっほーちゃっほ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 ふうちゃっほ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 。夕方も来て2回目です。ありがとうございます。こんばんは、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 こんばんは。お話し会おすすめの日は、そう、お話し会のね、もうこうだよね、だんだん決まり始めておりまして、今もうね、ほぼほぼっていうか半分以上は決まってます。そう、自分でね作って出そうと思うので、また見てください。そうね、おすすめの日はそうですね、11月26日とオンラインだと11月26日とか、まあ、全日おすすめなんですけどそう、10月12月10日とか全日ですねもうフルコンボしてください。フルコンボだどんぜひね、皆勤賞を目指してください。多分後悔します一日でも逃すと。まあね、お仕事とか予定ある方もいらっしゃいますし、そう、全日っておすすめなんで、どこに来ていただいてもまだまだ遊べるどんフルコンプセット、イエスイエス、皆勤賞目指してくださいうん、全部で20部ですね。日によってはあれですね、2部3部で分けてたりとかするんで、もうね結構注文し始めてますうん、そう、枠が増えたんです。2枠にやったね。20部皆勤賞目指して頑張れー、頑張れーとか遊びに来てください。うんそうね、あのお話し会じゃないわ、あれの次の日とかもねありますし、コンサートの次の日にもお話し会があるので、その感想とかもね聞きたいですし、そう、9月からは楽しみがいっぱいですねそう、ナイスタイミング、グッドタイミングです。そう、クリスマスの近かったりとかハロウィンとか結構近いんで、ね、いいですね。あやぴょんとかイケホノみたいにあんなにうまく
上手なね、あの何画像作れないかもしれないんですけど、ちょっと見やすいように作るので、またできたら拡散とかしてほしいです。お友達にもね声かけてくださいお友達キャンペーン、そう、他のね方押されてる方でもね、ちょっと一回撮ってみひんみたいな一緒に行かへんとか行ってみてくださいそうですね、途中で部数追加だったら嬉しいですね。その分ねもっとお話できるんで、いっぱいねやりたいコーデとかはあるんですけど、そうあのね足りなくて部がなんでね、もっと増やしていっぱいできたらいいなって思います。そうオンラインリアルとかだったらお友達とかと一緒に、そうそう来てもらったりとかして、うん、そうですね、こんばんは、キャンペーン中、うん、お見送り対応いいけどな感じか、お見送り対応いいんかな、わからないですけど、私は嬉しいです、でもそう言っていただけて、うん、あんな感じです、あんな感じっていうかいつもあんなんなんで地雷は確定です、地雷とお姉さん系とかも確定ですね、ポリスもそうですね、楽しみにしててください。そう、雪乃とね一緒なんですよ、2部で、雪乃も2部で、あのあれなんで同じ時間帯なんで、そう1部からだと思ってたら2部からでした、2部3部だったんで、ちょっとだけねあの遅いんで皆さんも来やすいかなと、朝ね前よりかは早起き、ちょっと遅めにも行けるからそう、地雷メイク似合いそう、地雷メイクの練習しないと、そう雪のファッションやっちゃう、雪のファッションね、うん、うん、逆に全部当選する、当選しますよ、大丈夫ですよ、当選できないぐらいに、じゃあちょっとね全部完売できるように頑張りますまごちのパフォーマンスみたいです、ちなみに東京済みです、ぜひ公演とか遊びに来てください、コンサートとかもねあるので来てください、ぜひぜひ、もっとねパフォーマンスの質が上がるように頑張ります。髪型も決めた、髪型は決めてないですね、まだそれに合った髪型にしようかなと、そうでもねハーフツインとかしたいな、ツインとかやっぱその時ぐらいしかできないんでそうそうそうですね、完売できるように頑張ります。前は何部、3部 3時で全完売だったんで、うん、あの時は1部だったんで、ね、でももっとね早く全完売できるようになりたいですね、うん、出張公演、うん、公演当たったら行くぜ、ぜひ8月23ナンバーワンを楽しみですね、うん、頑張ります。そうお話し会とかはね全部自メイクなんで、そうそうそう自メイクなんでね、普段な感じの私が見れると思いますセーラーマーズって何ですか、セーラー服、
セラー服を脱がさないでね、あの前のねモノマネのね時にあれですねモノマネの時なんで、なんかモノマネだったじゃないですか前のコンセプトって。最初ねなんか歌モノマネだったんですよ。でなんかその年代に合わせた歌詞じゃない売れた曲とかのね一覧表みたいなの全員に配られて、その中からなんか選ぶと思ってたらなんか勝手にネタみたいな感じになってて、あそっちなんやと思ってそうガチでね取りに行ったんですよ。マジで頑張ったんですけど、結局なんかネタ系のモノマネが選ばれてて、そっちかーってなりました。もうちょっとひねってったらよかった私はねケイトさんとレナタンさんと私美咲亜美でね、高校1年生組の、そうここに2年生ですSJK 組でねセラー服を脱がさないでをねやるつもりだったんですよ。みんなでオーディションでねやったんですけど、そう落ちちゃいました。悲しいですね。そうセーラー服でねやるつもりだったんですけど、練習したんですよ。悲しいですわうん、そうなんですよ。リアルお話し会ってどんな感じなの、初めてで分からないんだよね。リアルお話し会はですね、なんか何メーター 1、2 メーターぐらいの距離でアクリル板みたいなのあって、その前でちゃんと実際にお話しするって感じです。そうですね、リアルで会えるのでそういいですね。うん、そうそう、こんばんは、はじめまして。セラムーンはねお話し会、そうそうそう、東京のね頃にね、東京のこの前のお話し会、リアルお話し会の時にホテルで美咲の部屋に行って、朝にこう髪をね巻いてもらってる時についてましたテレビに。 そこでね初めて見て変身シーン見て感動してましたそうなんですよ、こんばんは。そうそう、タイガーステップ、あ、タイガーステップやったらよかったな、モノマネの時。そう、うん、リアルお話か大阪しかないから残念だけど大阪行きますか。そうね、ちょっと関東でないの残念だけど、ご時世なのかな、わかんないですけど、また大阪に遊びに来てください。うん、見たかったSJK 組今日もね話してたんですよ。グループ LINE グループあるんでうん、握手会してみたい、握手会してみたいですね。リアルお話し会楽しいですね。写メ会ね、うん、この短期間でまこちのこといっぱい知れて嬉しい、ありがとうございます。私もお話できて楽しいですよ。そうね、部屋割りってどうやって決めるの、なんか今コロナ禍なんで一人一人です、もう各自。さくちゃんとかもね小学生だったのに、あの頃は一人でねホテルだったんでちょっと心配でしたそう、みひなとかとあの部屋にね、あやぴょんの部屋とか行って遊びに行ったりとかしてたんで、一緒に話してましたみんなでリアルの時大声で話した、そうですね、結構聞き取りづらいんで私も大きな声で喋るようにしてるんですけど、やっぱその方が会話しやすいですね。うん、そう、一人怖いですよ。怖いから私は美咲の部屋に行ったんですよ最初ね、あの研究生なんでホテルから出れないんですよ。そうだからあやぴょんの部屋に行ったかな、あやぴょんの部屋に行って、あやぴょんと私と誰だっけ、しおんさんとあと誰だっけな、とそう喋ってて、ゆきのか
最初の部の組でね、もう終わってから監禁生活が始まりましてでね、そうそう、近くにそうなんかスタバとかあったんですけど、そう行けないからずっとホテルで過ごしてまして、そう脱走しようかとか言ったんですけどね、そんな勇気もなくみんなでまとまってコンビニ行く時間があるんですけど、その時に外の空気を吸ってね、あー生きてるって言って脱獄してないです。そう、そう部屋移動はちょっと許してください。そうね、若菜さんの部屋に行ったんかな。で愛花さんとさえちゃんとか美咲とかサクパンとかでなんかなんじゃもんじゃしたりとかトランプしたりして遊びました。楽しかったですね。うん、そう脱走できませんちょっとの空気が美味しい。そうなんですよ。うん、修学旅行の夜でした。部屋移動、ね、しまくってましたねそう早くね、あの早く行く組にもね、だからそう辛いですね。早く行けば行くほど中間の部ぐらいが一番いいです。だからちょうど行ったら遅す、一番最後の部は帰ってきたら遅すぎてちょっともう寝るだけになっちゃうんであれなんですけど、そうめっちゃ買いました。だからコンビニ行って、コンビニ行った時もうありえへんぐらい買いました。2500円分ぐらいのお買い物をしてデザートとかもう食料、夜と昼と夜と次の日の朝の分の食料を買って、本当に戦ってましたこんばんは。そう早すぎず遅すぎず食べきりましたよ全部ツイッターのフォロワーもうすぐで1万人。そうですね、ありがたいことに。そう、コンビニで買えるのはなかなかです。あのお水もだからもう2リットルのやつ買って入れてました周年の支払いしてきました。お、周年もね、だって言うてる間にですよ、もう1ヶ月ちょいぐらいですよね。早いな、リハが始まるの怖いです。あー怖いよ。アンダーライブでもどんな感じになるか楽しみですね。ねえ、ちょっと楽しみ。もう今から振り入れしたいぐらい振り起こししてうん、そう支払いはあのペイペイで払いましたそうなんですよ。うん、何の曲新しくしたい？ユニットをいただけるのであればウィッチワンをしたいです。ぜひウィッチワンしたいな。そうね、ナンバーイ来そうやな、怖いなナンバーイに怯える8期生です。うん、最近現金使う機会、今日も現金使いましたね。現金、あのガチャガチャとかって現金しかで無理じゃないですか。そうだから現金で、現金の方が使えますかね。コンビニとかでもうねペイペイとか使ってしまったらもう、うん、無理ですね。楽すぎてお財布を出す手間をね。そう、うん、ウィッチワンはすごくみたいね、かわいいウィッチワン。何倍なんで、何倍めちゃくちゃむずいんですよアウトロとかが前日にね送られてきてね絶望しました。でもゆうみさんが踊ってるね、踊ってくださって、その動画をね送ってくださったんですよ。それを見て必死に覚えたんですけども、顔面蒼白でした8期生そう8
の巣できたのだ。蜂の巣もね大変でした。楽しいですね。でもダンス楽しいっていう人はこういうことを言うんだなって思いました。うまかったらの話ですけど。そうね、うん、電子決済すると確かになんか出さないからあれですよね。怖いですよね、数字しか見えないんで。すぐ使っちゃう、うん。スポーツやっててダンスに生かしたことなんかある？なんだろう。でも覚えは早いです。体で覚えるのは早いかも。うん、筋肉があるんで割と何でもね動くんですけど、そっからなんですよ問題は。そう、ガチャガチャキャッシュレスできるん、やば、時代すぎる、怖い怖い。ダンス選抜いつか選ばれるようにそんな日が来るといいですね。うん、上手くなっていく実感、そうですね、まあ、初期よりかは、夢逃げの時よりかは。夢逃げのねリハ映像見てたらめっちゃ揃ってるんですよ。やっぱりあの一曲にもうね1週間ぐらいかけてやってたんでバチバチに揃っててね、この時がいっちゃん揃ってるやんって言って8期で言ってました。まだ着ていない衣装で着たやつって何ですか？だってだってだっての MV 衣装でココナさんの衣装が好きです。あと欲望ものの衣装も好きです。僕はいないの衣装も好きです。そう、ダンス選抜よりも可愛い選抜お願いします。そうですね、可愛い選抜なのかな、可愛い選抜入らない気がします私。表現力ね、あきらさんにねでも聞きました、表現力ってどうしたらいいですかって聞いて教えてもらったんで実践していてます。うん、ピーク好き。うん、なんか表情管理っていうより、なんか最初の頃はもうビビりすぎて劇場公演というものに、うん、っていうのもステージに立つことが怖かったから、そうですね、怯えてました。もう目が死んでた。そうなんですよね。うん、おニュー、うん、うん、あいそれね、確かに。そう、覚え早いんですけど、なんか覚え早いだけです。そうですね、私が好きな踊り方の人はねケイトさんですね。めっちゃいいですね、綺麗に踊られるんで好きですね。うん、チヒさん、ケイトさんとかカリンさんも好きですね、踊り方めっちゃ参考になります。ナンバーザールの時もリハ映像見てカリンさんの踊ってるの見て真似してました。何が怖かったの、なんかね、なんだろう、動線とか番号とか間違えたらどうしようとかビクビクしてました。うん、進化してますか。うん、そう、ケイトさん見ててめっちゃ気持ちいいですね、踊ってる姿見せてめっちゃ綺麗。チヒさんもね、あのフィギュアスケートの時の感じ、なんかスンっていう感じがめっちゃいいですね。うん、はじめまして、初めての出会い、初めてのときめき、楽しいお友達できた。そう、だから綺麗ななんか滑らかな感じのダンスが好きですね私は。
スンってした、スンってした、なんか綺麗なスパンみたいなそうそうですね、参考にさせていただいて、うん、だからなんか自分のその踊りの踊り方が好きな人がこの曲を踊ってたらどんな感じで踊るんやろうって思いながら考えたら、ちょっとあれですね、上手くなりそうな気がしますね、うん、この人がこの曲を踊ってたらこんな感じで踊るやろうなっていうのを考えて踊ります。真似、もう真似からね入れば、うん、そう難しいですね、やっぱり。あやぴょんも言ってたけど、あやぴょんと一緒に言ってたんですけどね、ダンスはむずいですうん、ウーカさんもね、いいですね、パフォーマンスで、うまい、かっこいい曲とか、うん、そうですね、真似からじゃあ、ズル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 音取れないんですよ。そう。うん。アンジュさんも綺麗ですね。うん。チキーン。黒ひげを手に入れた。セーフ。お疲れ様です。怖っ、急に始める、掴めたら成功、こんなやつを。合唱の時はアルトでした、うん、アルトめちゃめちゃむずい、私なんか間違えてソプラノ覚えていってて、本番のね本当に始まる前ぐらいにアルトのやつ覚えて、そうやってたんですけど、なんとか、あびっくりした、可愛くない声が出た、ちょっとびっくりした、一人で黒ひげくんやるとこんなに虚しいんですね合唱コンクール、合唱コンクールは何歌ったっけ、それこそあれですよ、千と千尋歌いましたよ、呼んでいるって、あれでね3クラス中1位取って、それでなんか大会に出ました、大阪の、楽しかったですね。こんばんは、こんばんは、こんばんは、どうかな、こんばんは、なんか黒ひげくんってでも刺すときに分かりません、ちょっとあ、ここ来たなとか、ほら、え、キャッチした、すごやった、ゲットだぜ、ゲットゲット、そうそうね、そうなんだ、おおおお そうだね、うん、
黒ひげ極める、わ怖いわ、あうわ絶対来そうこれ、うわ怖、ちょっとカッて一回ね、なんかフェイク入ったらもうこれアウトですよ、ほら一回ねちょっと入らないんですよ、絶対飛びます、もう分かった、ちょっと黒ひげプロになるかも楽しい楽しい、どうしようあ、飛び出した人勝ちだった昔、危機一髪すぎ、いいですね、特技黒ひげキャッチ書こうかな、来年からプロフィールに、メインキャッチメイン、もうねどんどん刺していこう、よしゴーゴーゴー、いいですね、ああ怖っ、すごい怖っ、いいですね怖い、あ来る、あえ怖っ、フェイントが怖い、どうしよう、えめっちゃ見てください、こんなに刺しましたよ、めっちゃめっちゃ大層、どうしよう、あうわこれ、うわうわ怖っ怖っ、マジで怖い、うわ怖い怖いですね、黒ひげ飛ばした方が勝ちなの、そうなんや、その方がいいですよね、なんか飛ばしたろうっていう方が黒ひげ的にもねちょっと嬉しいじゃないですか、マイナスな感じより飛ばされてちょっと喜ばれる方が、飛ばされた上になんかショック受けられたらマジでもうね悲しいだけじゃないですか、そう、うん、だから私はこの子をね早くここの、 あの樽の中から解放させてあげたいという思いを込めてやってます、うわっ、めっちゃ怖かった今、やばくないですか、もうコンプしますよそろそろ、もう黒ひげ体勢ついてきた、見てくださいこの数おもろ、めっちゃおもろい救出成功、よし喜んでますこの黒ひげも、そうちゃんと微笑みねえ楽しい、すごいねそう体が勝手に動きますわ、いいですね黒ひげ救出配信ですよね、喜んで見えますよねこのフ新しいゲーム発明しました、どうしよう、ゴールデングラブ賞いきますか、皆さんここにちょっと入ってもらったら私が飛ばすんで救出します、でもダメだ、黒ひげくん以外は入れないでくださいって書いてます面白ね、楽しいですね、ここにはなんか、そんな感じ、でもここの遊び方には黒ひげくん人形が飛び出した人が負けですって書いてますよ、そんなん黒ひげくん人形がかわいそうじゃないですかね、黒ひげくん人形樽に入れられて飛ばされて散々ですよね、本当に散々じゃないですか、入れられて飛ばされて悲しがられて、そう、そんな人生ちょっとね踏んだり蹴ったりですよ本当に、なんでね私は救出、でもこれ海賊なんか悪党なんですか、悪党やったらもういいけど罪滅ぼしで、うん
悪党やったらね飛ばされてなんぼですね、私が捕まえてそう、黒ひげくんが善良な人間かどうかでちょっと、そうですね、黒ひげだ、そうね、ルフィ、あ、そういうこと、メーカーでも、そんなひどいね。ワンピースってみんな悪党なんですか？え、そっか、海賊王に俺はね、確かに海賊やもんな、言うたら危機一発、危機を一発、危機いい感じ、いい調子ですね。顔がガチ、ちょっとね隠してほしいです、ここ飛んだところ、イエイ、すごいすごいね、見てください、ヒゲとこの目のやつつながってますよ、すごっ、あれみたい、鳥谷選手が鼻骨折した時につけてたやつね、楽しいですわ、一人でこんな楽しめるもんなんですね女型の巨人、確かに確かに確かに、背番号1書きますここにね、へっへっへっ、対戦相手がいないって悲しいです。フェイスガードね、肌めっちゃ痛そうでした、あれ見てましたよ私、流血してて鼻保護できてないけどイエーイ、楽しい、楽しいから終わろう、こんばんは、まこちに似てるわ、もう悪口やろ、これにしたらもう悪口ですよね、そう17歳になりまして、私そうなんですよ、一人叩いてかぶっては悲しすぎる、一人で人生ゲームやって人生について考えたいそうそうね、確かに確かにな、うん、人生ゲームやりたい人生ゲームやって人生について語りたい、一人でこんな人生もありやなって言ってね、そうね、じゃあちょっと対戦しましょう皆さん、やばい、あと4分しかないけどやろう、私が皆さんが奇数の剣です、私が偶数の剣をやります、で私がなんか飛ばした方が勝ちです、これはなんで、皆さんが奇数の回で飛ばした勝ち、私が偶数の回で飛ばした勝ちです、いきますよ、一発目皆さんのターンです、はい、いきますいきます、私が次決めたら、わー、はい皆さんのターンです、うわ私のターン、はいいきます、うわ怖っ、皆さんのターンです、いい、勝ちたいですねこれは、そう私のターン、いやー怖っ怖っ、はい皆さんのターンです、山田和田ですね、私のターン、
くださいあ手の上でちょっと手の上でトランポリンしてましたえ、どっちが勝ちましたっけ今どっちが勝ちましたっけ今、私が勝ちましたんー、おもろ。負けました？私の勝ちですか？皆さんが勝ったんですか？どっちです？まこっちの勝ちです。やったやったやった、私の勝ちだ。そう、ラッキューしたから負け。そんな、最高やな。ちょっとじゃあランキング見ます楽しいこれ、どうしよう、ハマりそうですね私の勝ちですわ13位、13位、はい、みおちゃんありがとうございます。あれ、あれランキングが13位、富士さんありがとうございます。12位マークンさんありがとうございます。11位シードブルー13さんありがとうございます。10位チキンナンバさんありがとうございます。9位キムケンさんありがとうございます。8位ピーパンダタカさんありがとうございます。7位ハイドさんありがとうございます。6位スイケンさんありがとうございます。5位ヨシケイさんありがとうございます。4位リーダーさんありがとうございます。3位背番号59番さんありがとうございます。2位スノーマンさんありがとうございます。1位岡本なんでやねん修二さんありがとうございます。楽しかったですね本当にありがとうね、ありがとう。あーすごい有意義な時間になりました次はですね、次は、またそうですね、9時15分から1時間後から10時まで、高校生なんで10時までなんで10時までです。やるのでぜひ遊びに来てください。またちょっとねやりましょう、また罰ゲーム付きとかでねやりたいですね。考えておいてください罰ゲームで、知ってください。この時間までに欲しい貯めておいてくれたら嬉しいです。ありがとうございます、ありがとうございました。またね。